人間にも水を与えましょう。うん、あー生き返る。おはようございます。朝目覚めのコーヒーもいただきましょう。はい、どうぞです。おはようございます。朝の身だしなみが完了しました。どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はまた仕事環境のブラッシュアップということで、Vlog を撮っていきたいと思います。はい、輸出をやったり YouTube で情報発信をしたり、あとはお仕事カフェみたいなこう教育ってこともやったりしてます。で、ずっとそのパソコンでカタカタってやったりしているので、その好きな作業は快適に生産的にやりたいっていう気持ちがあるんです。それもずっと変わらないです。ただ身軽さは正義っていう気持ちもあるので、その身軽になりつつも生産を上げつつっていう、その両立をいいとこ取りができないかなっていうのはずっとこだわってやってました。いろいろ試しながらやってました。で、結論なんですけど、まあ、無理ですね。身軽さは正義っていうのを突き詰めると、スマホ1台で作業ってなるんですけど、スマホ1台で仕事できるかって言われたら、まあ無理です。YouTube のアナリティクスを見るのもスマホ1台だとかなり厳しいです。できなくはないんですけど、めちゃくちゃもたつくっていう、生産性が落ちるんですよ。輸出の作業も Excel を使って商品管理したりするんですけど、その Excel を見るときも、でかい画面が正義なんですよね。そう、やっぱ一気に情報量見れるのがいいですから。っていうことを考えると、でかいのも正義だし、身軽なのも正義なんですよ。どっちも正義。なので今回は身軽さは正義っていうところを引き続きキープしながら、その生産性をとことん上げることにフォーカスした環境づくりっていうものもちょっとやってみようって思いました。で、そのアイテムっていうのがそろそろ来るはずなんですね。でもまだ来てません。はい。で、妻は、今ちょっとのんびりしてます。なので、もうちょっと妻との時間を過ごしたいと思います。小野田さん見てるのね。うん、あ、そっか、仕事前のね。うん。そっかそっか。ちょっと集中モードですかね。ありがとうございます。罪悪感なし。うん、11時5分なんですけど、届きました。よし、あ、こっちに。あ、大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、届きました。今回届いたのはこちらです。手っても分からないと思うので開けます。目に優しくっていうのが僕すごい大事でして、なので普段ゾフさんで買った PC メガネとかしてるんですけど、今回モニターもアイケアテクノロジーって書いてあるこの目に優しい BenQ さんのモニター、これを、はい、ゲットしました。で、あとは、より目に優しくするためのアイテムっていうのもゲットしました。はい、なのでこれで長時間モニターを見続けたとしても目に優しい環境っていうのを整えていきます。そう、ちなみにBenQさんは僕が前住んでいた物件、阿佐ヶ谷の物件にいる時にモニターをくれたんですよね。その時も身軽さは正義だと思ってたけど、やっぱり広さも正義だよねっていう話をしたんですよね。なんですけど、あの時はちょっと Mac のパソコンの設定があれで、そう、なんか不便でだんだん使わなくなっちゃってたんですよね。で、まあそんなことしてる間に妻と同棲を開始するっつって引っ越しをするっていうような話になったので、そのモニターを手放したんですよ。そう、なので、次もそのモニターを使うんだったら BenQさんのモニターを使いたいっていうふうにも思ってました。 BenQさんのモニターが他のモニターと比べてめちゃくちゃいいですっていうのはちょっとわからないです。はい、まだ僕はもっといいのはあるかもしれないんですけど、でも僕はその BenQさん好きですし、はい、これにしました。はい、よいしょ。はい、まあ組み立てめちゃくちゃ楽ですね。刺して回すだけでした。そう、BenQさんのモニターってアンチグレアなんですよね。そう、これがすごい見やすいんですよ。楽だな、やっぱり。おお、はい、もう組み立て完了。楽ですね。じゃあこれもあっちに持ってっちゃいましょう。よいしょ。はい、やっぱ黒の圧迫感はそれなりにありますね。この土台の部分がすごいプラスチックなのと面積でかいですね。はい、なのでここは結構悪目立ちしちゃうかな、気になる人いるかなというのは思います。まあ僕も 15% ぐらいちょっと気になります。
まあでもそれよりもやっぱこの画面のデカさだったり使いやすさだったり目の疲れなさっていうメリットの方が軽く凌駕してくると思うので、それちょっと今から使ってみましょう。で、付属品はケーブル2本だけでした。モニター用の電源と、あとパソコンから、供給する USB Type-C のケーブルですね。これはパソコンにつないでモニターをつけるというような形、めちゃくちゃシンプルです。よし、はい、OK、いい感じですね。で、このカバーは使わない時にかけとくっていう形で、まあ、シンプルにまとまったんじゃないかなと思います。本来ならこれをこうやって立てかけるんですけど、まだこの立てかけるやつがないんですよね。で、あのクラムシェルモード用の台とかってあるんですけど、あの正直まな板立てがめちゃ便利っていう、まあ、確かにまな板立ての相性いいですね。あとで100均で買ってきます。よし、久しぶりにクラムシェルモードができると思うので電源を押してみましょう。電源はこうだね。電源オン。おお、ついたー。はい、でこの状態でよいしょ、まあ、ちょっと秒数はかかりそうですけど検知されてほしいけど、あ、来た。おお、来た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 。このモニターからこのパソコンにType-C1 本で電源も供給されてるんですよ。前使わせてもらっていたモニターはそのモニターからパソコンに充電するっていうことができなかったんですね。なので今回のこの機能はかなり QOL 上がりましたね。ほんとこの1本つなげるだけでクラムシェルモードができるのでめちゃくちゃ便利です。で、今回またちょっとポイントでワイヤレスマウスとワイヤレスキーボードをゲットできました。例えばただいまって帰ってきてこれをつなぎます。はい、ケーブルつなぎます。で、ここら辺をこうポチポチっと押すと、ああ、もうつないだ。よしよし、これすごい。で、これのディスプレイの目玉は今ここに表示されている目のマークですね。目の動きを検知してるかわかんないですけど、とりあえず目を検知してるんですよね。で、その目に最適な明るさだったり色味っていうのをここで調整してくれるんですよ。なので今これセンサー動いてますけど、これがすごいですよね。あとはこれだけ細かい設定ができるんですよ。まあ他のモニターも設定はできると思うんですけど、そのいかに目に優しくするかっていうところにこだわった機能がいっぱいあるなっていう印象です。ケアモードっていうのがあったり、コーディング、e ペーパーっていうのがあるんですけど、これするとモノクロになります。で、あとモードっていうのがあって、ここもいろいろブルーライト軽減プラスとかあるんですよね。まあこれにするとそんなに黄色くはならないんですけど、アイケアマニーメニューが。あるんですよ。なので相当こだわってるなって感じですね。僕も使い切れるかどうかわかんないです。で、この光量メーターのところをオンにするとさっきの目ん玉まぶかが出てくるということですね。すごいな。ケーブル1本でモニターから充電できちゃってるっていうのもこれは地味に嬉しいです。他のモニターにあるのかわかんないですけど、そのケーブル1本で充電しながらクラムシェルモードを使いたいってなった場合はこれいいんじゃないですか。結構おすすめです。今お昼の3時33分です。すごいですね、333みたいな形なんですけど、今からちょっと輸出の仕事で挨拶に行きたいんですね。なので一旦外に行ってます。はい、これを使わずに一旦外に出ます。で、帰ってきてからまたこれを使っていろいろやりたいので、はい、ちょっとまず一旦出ます。雨が降ってますね。なんか今週末から雨が続くみたいなので、はい、皆さんお足元気をつけていきましょう。あー、わかりました。なんか最低いくらとかありますか？いや、よし、じゃあ次はパソコンを立てるためのクラムシェルモードアイテムを買いに行きましょう。なんか最近の増加もクオリティが高まってますね。はい、で今からちょっと散歩しながら今日の歩数を稼いでいこうかなとも思ったんですけど、雨ですね。はい、ちょっと足元が悪いです。なので、まあ、近くのカフェに入ってメンタルでもしようと思います。はい、ここのエスシオールカフェが広くてめちゃくちゃおしゃれです。はい、ただいまー。いやー、ちょっとカフェでゆっくりメントレできました。そう、ああいう時は本当、スマホもパソコンも見ずにデジタルデトックスってやった方が気持ちがいいんですよね。はい、でもまだまだちょっと今日はやることがありますんで、はい、どんどん動いていきましょう。こちらの方を売りに行きます。
で、これは妻の本ですね。最初はメルカリに出品しようとしてたんですけども、なんかメルカリの出品の不具合で表示されなくなっちゃったんですよ。検索にヒットしなくなっちゃったんですね。なので、まあ、めんどくさいやということで、今から本屋さんに売りに行きます。メルカリが表示されないっていうのはちょっと困りましたよね。ちなみに僕のメルカリアカウントでもやってみたんですけど、やっぱ表示されなかったです。はい、同じようになんかメルカリで表示されないですっていう人いますか？いたらちょっとコメント欄で教えてください。あとはちょっとこうやったら解決するんじゃないですかみたいなものがあったら教えてくれて嬉しいです。はい、それでは行きましょう。よいしょ。はい、到着しました。降ります。こんにちは。あ、すみません、あの本を売りたいんですけど。はいはい、わかりました。ありがとうございます。じゃあこれでお願いします。はい、妻の使い方が丁寧なんでいい値段になりましたね。はい、ということで、あれは全額妻にあげます。まあ当然ですね。はい、で、まあいい散歩ができたんで、まああとは家に帰って、できる作業やっていきます。はい、で軽く夕飯も食べたわけですけど、このパソコンですね、クラムシェルモードをするときに立ってるやつ何しようかなっていろいろ最近見てたら、これがありました。はい、カタログメニュースタンド台っていうやつです。はい、こんな感じです。まあ透明なので目立ちにくいですね。ちゃんとこのパソコンの熱が出るのかっていうところですよね。多分ここを塞いじゃうと出にくいかなとは思うんですけど、まあ、しばらくちょっとこれでやってみたいと思います。でダメだったらもうすぐ外します。はい、はい、で今は22時15分、夜の10時15分なんですけど、まあ、今日はちょっと作業終わってから寝たいと思うので、今日はちょっと遅くなっちゃいますかね。で今回さらに作業効率をアップするためにこちらですね、こちら用意してました。はい、こちらも勉強さんいただきました。僕の周りでも結構モニターライトを使ってる人が増え始めてるんですよ。なんか手元を明るくしたら、そのキーボードも見やすいだったり、家族が寝ています、で部屋を全体的に暗くしている中で自分だけ集中して作業するためにこのライトをつけると、そのデスクの部分だけが明るくなればいいということでこれを使っているみたいな、そういう人も結構いましたね。目を疲れにくくするっていうことと、あと作業効率を上げるっていうことはちょっと徹底してやっていきたいなっていうふうに思ってます。そうなので、今回こちらちょっと勉強さんから送っていただきました。なかなか飽きません。まあちょっとよくわからないんです。わあすごい、これめっちゃ重い。ハサミそう。この製品に関する情報を一切知らない状態なので、どう説明したらいいのかなって感じなんですけど、まあとりあえずつけてみましょう。なんかやっぱちょっとこの後ろがこんなパコってはまってる、カチッとはまってるわけじゃないので、やっぱちょっとずれちゃったりはしますけど、まあいいか。はい。はい、で今部屋の電気を消しました。なのでモニターだけの明かりになってます。まあやっぱ暗いですね。ん？おお。あ、え？自動調整？まさか。ちょっと調整の仕方が難しいんですけど、あ、なるほど。ずーっと押すだけでグラデーションっぽく変わっていくんですね。今の部屋に最適な明るさっていうのを自動で調節してくれるんだと思います。わー、すごい。すごい。いやー、なんか前のクラムシェルモードでなんか使いづらいなって思って離れて、でそのままちょっと食わず嫌いになってたんですけど、もっと早くやってよかったなって思いますね。これ絶対楽じゃん。これが不便だから、これがなかったらいいなって思うものは全部解消されました。はい、これもうほんと最高。これで身軽さは正義っていう部分と、広いは正義っていう部分、これをちょっと両立できたんじゃないかなと思います。まあもうそのテレワークが浸透して2年ぐらい経つんで、もうクラムシェルモードをもう僕よりもっとすごいことやってる人っていっぱいいます。まあ、なんですけど、まだやってませんとか、僕みたいにその食わず嫌いをしている人がいたら、もう QOL 上がること間違いなしなので、ぜひ検討してみてください。はい、で別に僕勉強の人間じゃないんですけども、モニターはやっぱ目に優しいのがいいと思います。ってなると、やっぱ勉強さんのアイケア技術が詰まったこのモニターかなと、やっぱり僕は思いました。はい、他のモニターじゃなくて勉強さんアゲインで良かったです。なんかまたずるずる喋っちゃいましたので、またまとめると、今回は仕事環境ブラッシュアップということで動画をお届けしていましたけども、いかがだったでしょうか。はい、今回のお話がちょっとでも面白かったです、参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、この勉強さんのモニターとそのライトの、詳しいところは概要欄でリンク貼っておきますので、ぜひそちらチェックしてみてください。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。